フェルドエンターテイメントが制作するアイスショー。ディズニー・オン・アイスは、ウォルト・ディズニー・カンパニーの許諾のもと、米国のフェルドエンターテイメントのプロデュースによって制作される巡業アイスショーである。ディズニー作品のキャラクターに扮したフィギュアスケーターが映画のストーリーや音楽に合わせてパフォーマンスを行う。1981年に、 ウォルト・ディズニーズ・ワールド・オー・エヌ・アイスとして初上演され、1999年に名称が現在のディズニー・オー・エヌ・アイスに変更された。現在、ワールド・オブ・ファンタジー、ディズニーズ、ハイスクール・ムシカル、ザ・アイス・ツアー、プリンセス・ウィッシーズ等、約10種類の演目が世界50カ国以上で常時上演され、毎年1000万人以上を動員する。日本での開催は、 中京テレビ放送が招聘し1986年にスタート。毎年夏から秋にかけて日本テレビ系列局と一部の独立テレビ局が主催し全国各地で公演されている。1999年には松浦伊が日本人として初めて75イヤーズ・オブ・ディズニー・マジックのピノキオ役に主役の一人として抜擢され現在でも 100ズオブマジックで活躍中である。また、2001年と2007年の日本公演においても、外旋帰国を果たしている。2005年度の日本公演、モンスターツインクでは、日本人、女性3人が、主役の一人、ブー役に抜擢され、話題を呼んだ。その中の一人、サノミドリは、フィギュアスケートの解説者、コーチサノミノルのじ、娘である。ありがとうございます。